ではゼロからの物語後半戦、変わらずマイジャグラー5で頑張っていきたいと思います。いやー、カネがね、今日は産まねーということで、2人して勝利ができたらね、まあ勝敗云々関わらずお互い勝って帰れるなんて最高って言ってたら当たったよ。早いねー。いやー、153回転でべかりました。私も産まねーに便乗したいわ。さあ、ビッグありがとうございます。はい、それでは後半戦、まだね524枚残ったラッシュからのスタートよ。やっていきましょう。まだまだ全然ワルプル不足だからやっちゃうぞ。ゆうりちゃんも結構やれてるっていうことで、なんかサマイ数で言ったら負けてるかもわからない。私投資が一応13本なんで、ゆうりちゃんの投資が少なかったら多分負けてる今のところ。でもいいんだよ、楽しいんだ。私は楽しい。はい、スイカかな。あ、チェリー弱性。なんだこれは、なんだこれは。指でこすってねって、どこからこすればいいかな。あー、はい、水着水着、エロエロい。おい、行きましょう。あー、いいじゃんいいじゃん、今日もいいよ、今日もいいよ、今日もいいよ、頑張ろうね。増えた。いやマジでこの1ヶ月こんな風になったことないから、すんごい嬉しい。コインを入れることも久しぶりだよ。箱使ってないもん最近、ずっと投資しかしてないもん。はい、ありがとうございます。67回転でペカ。いやー、早いですね今日は。本当に本当に早い。私もウマネーの称号もらおうかな。ビッグ、いや本当にすごい。ビッグ、ビッグの嵐ですよ。こんだけビッグ引いてりゃ負けないぞっていうくらいビッグ引きまくってます。回転数が1500回くらいなんですけれども、1500回でビッグ10回引いてますからね。おっと、シャケペーカン、ありがとうございます。147回転先ペカ。あ、色が変わったぞ。やったねビッグ。すごい黄色のゴーゴー、すごいかわいい。ありがとうございます。今日本当にビッグしか引かんね。終わった。お願い、なんか待って、鍵が ないか。油断は禁物だよ。またこれか、キスさんのやつね。まあ一番稼ぎましたね、枚数は。あー、これまだすぐ早く当たってくれればいいんだけれど、まあでもね、チャンスゾーンとかにもよく入るし、当たりも軽いんで俺は続行です。なかなかこの右にいる中段下段に赤7バーっていうのが止まんないですね。あのね、ドキドキ感がいいんですけどね。ほい、おっと、入った。さあ、綺麗なリーチ目入りました。84回転。あー、色は変わらずですね。おっと、レギュラー悪くないですね。そろそろレギュラーがないことに不安を覚え始めたところだったのでいいですよ。はい、またいただきました、ありがとうございます。さあ26回転。いやー、いいね、今日は楽しい、今日は楽しい、ゴールデンウィーク。とおっと、なんと合算は100分の1まで上がりました。
今回転数が1713回転で、レギュラーが6回、ビッグが11回、合算が100分の1なんですけれども、レギュラーの合算が今285分の1、まあ悪くないですね。本当にこのくらいの誤差はあると思うんで、いやーこんなに当たるジャグラーなかなかないよ。レア役、あれ、何、あーチャンスねか、ダメかね、あーこれね、もう歩んできた歴史を、まあそうだね、あれ歴史に転機をもたらし、これ発展とかじゃないだろうね、あ、違うね、なんかじゃあ、ちょっと熱いから、発展しちゃったよ、あれ、これはもしや、これ行くやつ、あ、これか、あ、ちょっとチャンスアップっぽいけど、ぽいけど、行ってんで、まず、それは、あ、いった、オッケー、やっぱ早いっすね、216ゲーム、オッズメダルでラッシュです。え、これマジであるんじゃないか、なんかね、早すぎません、全部、あ、そう、5回目のラッシュいただきました、これはなんとか伸ばしたい、お願いします。一緒に行くかい、一緒に行くかい、今度はグース示唆ですか、あー難しいな、早く当たるんだけど、もう一発伸ばせたら嬉しいな、なんか入って。さあ本日2回目の200回転超えでございます。いやーでも今日1900回転ちょっと今打ってるんですけど、それで200超えたの2回しかないってすごいですよね。うち1回が377か、いやーあんまり深くいかないでほしいな。なんかね、右と左をね、違う動きをするとね、脳の活性化にってお母さんが言ってました。たまにこれを逆転させて、こうやって右と左を交互にね、スリスリする手と押す手と交互にやってたらいいらしいですよ、脳が活性化するらしいです。まあそんなことをやってる間に間もなく300回転なんで、そろそろ当たってほしい。おっと、やったー、よかった、合算が122までいってたんで、わこのままやばいかなと思ったんですが、365回転で先ペカですね。はい、チェリー重複。さあビッグボーナスありがとうございます。いやビッグでよかった、合算115戻りましたね。いやでもだいぶ出玉が飲まれちゃいましたね、300までハマっちゃったんで。なんか別にどういう風の吹き回しを、軽くね当たってはいるんですけど、今のところはなんとなくこうよくある後半失速型、いやまだ分からん、ハマってないから、まだ最後にハマるだけはマジで勘弁してほしいから。また私たちの敵なんだ、ダメです、あーダメだってば、お、これはなんか良さそうじゃない、絶対なんかこうちょっとチャンスアップじゃないけど、一体何を忠告させる、押して、おい、あ、なんか良さそうじゃない、このこういう風になったってことは、あーこれね、あー花火がらきました、ザッソザッス400、あ、241ゲーム、マジでか、やっぱり当たりも早いですね、まあ当たるよね、大丈夫だよね、花火柄でございます、 OK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 、 いやこれ伸ばしたい、もうさ今トントンぐらいかな、ちょうどトントンぐらいだから、これ100ちょいで終わったりするとちょっときついなって思います。お願いします、もうこればっかりだな、キス師さん、どうなんだろう、でもこんなに当たりが軽いのはあんまりないと思うんだけど、
すげえまた怒るよ私。強制強制強制本格で強制。本当の気持ちだって。なんかこの結構あっちあいでまあ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 なまあなちょっとあーねなんで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 これなの。えなんでこれなの。色もこれだし、なんでえなんでなんでこれはあ京子まで来て。あーそう、いったーマジでか。これ初めて見たし、ラッシュすごいねペース。いやこれはこれは助かった。何どうぞ何どうぞ、100枚とかはやめていただいて。すごいな。あ、キョンチェリーかな合格の。おっとよっしゃよかった、257回転先ペカいただきました。はい、チェリー重複でございます。いやこのまままた400近くいくのかと思っちまいましたよ。助けられた、ビッグがいい。もう設定とかあれなんでビッグがいいです。ビッグうっさい。さあ戻ってきました。オッケーです。いかんか、一緒に行くかい。グスした全然それが出ないんだよな、そういう高設定的な。どうなんでしょうね。油断は禁物だよ。分かった。いやーダメか。油断は禁物。どうなの。あー行ったんじゃないこれやばくないですか。30ゲームやばい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 。ちょっとこのライちょっと変だぞ。当たる確率おかしいって。いやじゃマジでお願い、何回も言ってるけどこれデザートか知らんけど、もう何回も言ってるけど、もうなだらか伸ばさせてください。いいだ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 違う。おいよし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 、最高だな。なぜ信じられへん。おっし、100枚超えさせてください。あの謙虚に言って100枚だよ。赤ー赤来たー。なんだあ、赤文字だね。これ赤文字。でも赤文字のタイトルと赤のセリフだと80倍以上って書いてあったような気がする。だとすればだとすればやばくないですか。マジで。ワルプル何回やった。ワルプル5回、5回やってそのうち2回赤っていう。ちょっとなんかその割に出玉はそんな大したことない。でもやれてるというわけで私は満足しております。ありがとうございました。はい、実践終了でございます。はい、ちょっとね最後尻すぼみな感じになってしまったんですが、実践の内容が後半ねだいぶ尻すぼみになってしまって、合算が128までとこうずっと落ちてきてしまったのと、レギュラーが
6回しか弾けなくてちょっと足りないかなといったところで、まあ、下ではなかったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、中間でビッグがたくさん弾けて良かったかなっていった印象でした。それではアカネに聞いてみたいと思います。どうなったかな、アカネ。もしもし。もしもし、お疲れ様です、めっちゃテンション高い。いやいや、もうなんかね、伊那という街に浄化されて、はいはいはい、私は本当にいい人間になりました。まあね、今日すごい晴れてるし、そうなの、天気もね、いいしね。で、あ、じゃあ先に言いましょうか。あ、先に、あ、お願いします。プラスの779枚でございました。マジ？ちょっと待ってくださいね。マジミラクルなことが起こりました。プラス、はい、778枚。1枚差。嘘。待って、私が。私が777…9? 間違った。あ、姉さん、すいません。すいません、私797枚でした。1枚差じゃん。20枚ぐらい買っとるから。マジでごめんよ、本当に。本当に、すいません、797枚でした。申し訳ない。はい、おめでとうございます。負けました。いやでももうほぼ勝ちみたいなもんでしょう。ね、よかった、お互いだってプラスってあんまりない気がする。なんかどっちか負けてるっていう。ね、これは美味しいお酒が飲めますね。飲める。マジで絶対帰りの車でストロー飲む。いや確かに。いやてかもう一緒に2人とも買ったんで、うん、美味しいご飯行きましょう、行きましょう。ちょっと私ゆりちゃんとまだ1回も行ってないんで ね。そうなんですよ、まだだって1回しか実際会ってないですからね。10分ぐらいしか、ね、確かに10分くらいしかなのでこれはもう名古屋か東京でぜひ美味しいお酒と美味しいご飯を食べましょう。デート決まりました、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日はお疲れ様です、はい、ということで本当にお疲れ様でした、はい、ありがとうございます。お疲れ様です、ゆりちゃん。バイバーイ。バイバーイ、はい、勝ったぞ。いやでもなんかちょっとなんかこの私の勝ち方いまいち、なんかやっぱ姉様がしっかりおそらくまどかで積もったのか、まあいい状況でプラスになってっていうのを顔を見ると、まあ、私の方が負けなのかなっていうのは正直思ったりもしますので、まあお互い勝ちということで、ゼロからの物語、ペタリタマプラスだ。いや最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。コメント欄のところもね毎回拝見させていただいてコメント返したりとかもしてるので今後の糧になりますので、ぜひいい意見も悪い意見も書いていただけるととっても嬉しいです。ということで次回をお楽しみに。ありがとうございました。ゆうちゃんだいぶお疲れの模様です。3枚間違えてました、ミラクルではなかったです。私が20枚ほど負けました。まあいいでしょうね、2人とも会社と言ってもいいんじゃないでしょうか。素晴らしい。まあそんなわけでね、私が打ってた前後編の5台かな、5台あったんですけど全部ね当たりがねそのハマってる台がなかったんで、途中やめられてたのはやめられてたんですけど、よくなんか悪くなかったんじゃないかなというふうに思いましたね。私の台 もう当たり方ちょっと半端ない、まあ、私あんま知らないけど他の人もこれ6あるんちゃうって言って、まあ、今打ってますわ。常連のねイケメンのお兄ちゃんが頑張ってほしい伸ばしてほしい、楽しみですね。私ここのお店全焼してるんで早くまた来たいです、早くまた来たいです。よろしくお願いします。さあゼロからの物語ファースト終わりです。また見てくださいね。あかねでした。さあでは店内状況、番長ゼロのコーナー増大されてね、結構通常の実践の時も設定を使われてるなっていう感じの時が多いんですが、今日この角の台ですね、朝一絶頂引かれていて、まあ、その後フリーズ引いて4000枚ほど今出てる状況です。そして角2のこちら852番台、こちらはですね一応直撃が1回引けてるよっていうのと、あと青7が何度か来ているということなので、まあ粘って打たれている感じです。続いて853番台、こちらの台もですね直撃が1回、あとは終了画面で青山モータース四五六角が出ているっていう風に教えていただきました。で続いてこちらの855番台、こちらは終了画面のパンダ谷が2回ほど見れ
っていうお話でした。でこちらの角の856番台なんですが、こちらも青7ですね、2回引いてるよということで、まあどうかなということで粘られているというお話を聞きました。まあね、増大して1回目の収録なんで、今日はね番長コーナーがいい感じなんじゃないかなと思います。ジャグラーコーナー、さあ私はねいつも右側がいいって思ってたんですけど、今日なんと左手側、左角のマイジャグラー513-15で合算が95分の1、今ねちょっと360までハマっちゃってたんですが、レギュラーしっかりついてるんで、おそらくでもこれはいいんじゃないかなと思います。続いてこちら、これ綺麗ですね、ビッグ21のレギュラー16、合算104分の1、回転数も3856回転ということで、まあ、しっかり回ってて、この合算なんでワンチャンこれはてっぺん見えるんじゃないですかね。でなんと逆側もこちらも15-14で108分の1、なんかね角より今日真ん中がもしかしたらいいのかもしれない。671番台ビッグ15のレギュラー15、合算102、こちらはねしっかりレギュラーもついていて3090回転回っていて、まあ、レギュラー15回、ここもね結構良さそうですね、稼働2の台です。はい、こんな感じでジャグラーコーナーね、いつも手前角が当たりのイメージが多かったんですけれども、今日は中側の方にも当たりがたくさんあるみたいだったので、ぜひ次回いらっしゃる方はこの辺も見てみてください。さあ早速店内見てまいりましょう。やっぱ一番人気のマジリスク絆のコーナー、やっぱ聞いた話によると角が強い感じがあるみたいですね。こっちの増大してるところの角もね、まあ、多分内容粘ってらっしゃるんで内容的にはって感じなのかもしれないですね。真ん中の方でも全然グラフいいのありますからね、ちょっとこの後楽しみですね。さあそしてジャグラーコーナー、私が今日裏切ったジャグラーコーナーこれね、さっき私ねお手洗い行くとき見たんですけどね、合算いい台多いですよ、ここもいいし94だし、やっぱこの角も125分の1、この裏側もねいつもいいんですよ。ああま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 あ、うんうんうん、この辺りはなんかベースが高そうな感じがありますね。まあ、ちょっとまだこの時間なんで、この後また見ていきたいと思います。